レーデーで、キスイコールレーデー・クラウディアは、ハンガリーの貴族女性。ビュルテンベルク公子、アレクサンダーの身分違いの妻。ドイツ5名クラウディーネ。ハンガリー東部トランシルバニア地方の小都市、エルデセントジェルジに、レーデー・ラスロー・伯爵とその妻、アグネスの娘として生まれた。17世紀に短期間ながら、トランシルバニア公となったレーデー・フェレンツを先祖に持つ。 1835年、クラウディアは、ビュルテンベルク王フリードリヒ一世の弟、ルートビヒの次男であるアレクサンダー公師と結婚した。アレクサンダーと、独立した支配者家系の出身でないクラウディアとの結婚は、既遷結婚とされ、彼女は、ビュルテンベルク公爵夫人の称号を与えられず、彼女と生まれてくる子供たちは、ホーエンシュタイン伯爵夫人の称号を与えられることになった。 クラウディネは、夫との間に三人の子女を設けた。クラウディアは1841年、オーストリアで軍事演習を観覧していた際、乗っていた馬から落ちて、運悪く突撃の実演を行っていた場所に倒れ、そのまま軍馬に踏み殺された。彼女の死後の1863年、三人の子供たちは、鉄ッに寄せられて、セレネ・ハイネスの継承を与えられた。 長男のフランツは1866年にイギリスのビクトリア女王の10枚、メアリー・アデレード・オブ・ケンブリッジと結婚し、このこともあって1871年にビュルテンベルク・オーカール一世はフランツをテック公に少女した。フランツの娘、ビクトリア・メアリーはイギリスをジョージ5世の日となった。ありがとうございます。